では歌いましょうか。なんという失態だ。奴らを逃がしてはならんぞ。エースさん、ルフィ君、船へ走れ。バイさんたちは狙われとる。おっと、簡単には逃がさねえよ。道を塞いじまうのが早いか。氷の壁か。よし、ぶっ壊す。おやじを置いていくなんて嫌だ。急げ。おやじの言う通りにするんだよ。おっと、逃がさねえと言ったはずだ。どいてくれるか。口が開いてじゃ凍らねえな。お前も燃えねえんだ。お互い様だろ。おっと、おっ、ちょっとそこ扱ったと思ったか。ここがお前たちの処刑場だ。ナイスブロック、離しざん。オールストリッド。あらら、やってくれる。あれだけ暴れたんだ、もう限界だろ。ここで止まるわけにはいかねえんだ。おやじ、すまねえ。エース、行こう。おっさんの覚悟を無駄にはできねえ。まあいい、どの道逃げられねえよ。麦わらを処刑しろ。強くなってないよ。いつかエースも超えてみせるさ。じゃあまだ今は俺が守る。オールストリッド。海賊どもを止めろ。誰一人逃がすな。エースが解放されりゃ、あとは海軍を食い止めるだけだ。おやじの覚悟を無駄にはさせねえよい。広場が真っ二つに裂けただと。白ひげ、まだこんな力を。奴は本気でこのマリンフォードを海に沈めるつもりだ。己の命と一緒にな。
エース、あと少しで逃げ切れるぞ。エースを解放して即退散とは、こんな腰抜けの集まりじゃのう。白ひげ海賊団、船長が船長、それも仕方ねえか。白ひげは所詮千の時代の敗北者じゃき。エース、敗北者取り消せよ今の言葉。違いがある。一人でも多く生き残ることが親父さんの願いじゃ。ンドレイ、エースと弟の逃げ道を作れ。何十年もの間海に君臨するも王にはなれず何も得ず、どれも実に空虚な人生じゃありゃせんか。白ひげは敗北者として死ぬ。ゴミ山の大将にゃあつらえ向きじゃろうが、白ひげはこの時代を作った大海賊だ。この時代の名が白ひげだ。ボギアじゃ言うて油断しちょりゃせんか。お前はただの火、わしは火を焼き尽くすマグマじゃ。海賊王ゴールドロジャー、革命家ドラゴン、この二人の息子たちが義兄弟とは恐れ入ったわい。貴様らの血筋はすでに大罪だ。誰を取り逃がそうが貴様ら兄弟だけは絶対に逃がさん。よう見ちょれ。おい待て、ルフィ。まだ息はありそうじゃの。素晴らしい。